空の自由と他国を縁で表した空の自由の図第1の自由と第2の自由は他国で旅客、貨物の取り扱いを行わずに通過することを認める権利であることから通過権と呼ばれる。シカゴ条約ではこの2つの自由を国際航空サービス輸送協定、または2つの自由協定として全ての署名国がこの権利を有しているという他国間協定を作成した。 条約は2007年半ばの時点で129カ国が承認した。通貨権を与える国は権利のために料金を課すことがあり、料金の適正さについて時々論争を引き起こした。イアスタ3カ国アメリカは自国の領空と ICAO に航空管制の責任が委任されている区域を通過する航空機に対して料金を請求する権限を有している。ただし、 アメリカを発着する国内線、国際線は着陸料が支払われているため空域通過による料金の請求は行われない。第一の自由は着陸を行わずに他国の領空を通過する権利である。これは着陸を行わずに条約国の領空を通過する権利を与える。国際航空サービス輸送協定の加盟国は 航空機が指定された航空路を使用することを条件に他の加盟国にこの自由を認める。2007年夏の時点でアメリカ、インド、オーストラリアなど129カ国がこの条約の定約国であったが、ブラジル、ロシア、インドネシア、中国は一度も参加せず、カナダは1988年に条約から脱退した。これらの非安田加盟国は 他国の航空会社による自国の空域への侵入に対する厳重な管理を維持し、ケースバイケースで他国との交通契約を交渉することを好んでいる。冷戦の期間中、ソビエト連邦と中国は他国の航空会社が自国内を通過することを一切許可しなかった。このため一部のヨーロッパ日本便がシベリア経由ではなく大西広し太平洋経由の航路を取ることを余儀なくされ、 航続距離が不足しているためアラスカで一旦給油を行ってから目的地へ向かっていた。冷戦終結以降、第一の自由ははほぼ完全に普遍的なものとなっている。ほとんどの国では飛行前に事前の通知が必要であり、権利に対して相当の料金を請求することがある。イアスタでは各加盟国が空港及び設備を使用するための適正な料金を 他国の航空会社に請求することができる。IATA によると、その料金は同様の国際線運航を行っている国内航空会社に請求される料金により高くしてはならない。このような料金は空港が使用されない場合、基本的に単なる領空通貨の権利のためだけに請求されている。例えば安田加盟国であるアメリカの連邦航空局は、 航空機のアメリカ管轄空域侵入地点から管轄空域離脱地点までの間で大遠距離100海里あたり60.08ドルの料金を請求している。また、大西洋と北極海の一部と北、太平洋の大部分を含むアメリカの管轄下にある国際海域を飛行する場合は100海里あたり24.77ドルの低い料金海洋料金マイナスが請求される。 イアスタの加盟国ではない国も同様に領空通貨権利のための料金を請求することができる。その中でも特にロシアは北アメリカヨーロッパとアジアの間をシベリアを横断して結ぶ北極航路で高い料金を請求することで知られている。2008年ロシアはルフトハンザカードが上空飛行権利料金の支払い延期を行った ため一時的に同社の航空機の領空通貨を拒否した。ヨーロッパの航空会社は、領空通貨権利のために、年間3億ユーロをロシアに支払っている。第2の自由は、旅客、貨物の取り扱いを行わずにテクニカルストップを行うことを可能にする権利である。他国へ行く途中で、給油や整備のためだけに、第三国の空港へ着陸することができる。現代の旅客機は、 航続距離が大幅に伸びているため、第二の自由が適用されることは少ないが、貨物機では広く適用されており、各国間で多かれ少なかれ普遍的である。第二の自由の有名な例としては、ヨーロッパで最もアメリカに近い空港とみなされたアイルランドのシャノン空港に、1960年代まで、ほとんどの大西洋横断飛行便が給油のために着陸していた事例が挙げられる。 冷戦期間中には、領空通貨が禁止されたソビエト連邦と中国の空域を避けるために、西ヨーロッパと東アジアを結ぶ便が、アラスカのテッドスティーブンス・アンカレッジ国際空港で、休養を行い太平洋、大西洋を横断していた。また、アンカレッジ国際空港は、冷戦後も2000年代まで、中国や台湾の航空会社が、アメリカやトロントへの便で、 給油のために着陸を行っていた。また、南アフリカ共和国でアパルトヘイト政権が実権を握っていた際、多くのアフリカ諸国がアパルトヘイトに反対し、ヨーロッパと南アフリカを結ぶ航空機の領空通貨を制限したため、しばしばセネガル共和国沖のカーボンベルデ共和国サル島のアミルカルカブラル国際空港に給油のために着陸した。 カナダのニューハンドランドラブラドール州にあるガンダー国際空港は、カリブ海、中央アメリカ、メキシコ、そして南アメリカへ向かう、途中のソビート連邦をはじめとする、東側諸国の航空会社が頻繁に給油のために着陸していた。交通券は、通貨券とは、対照的に他国で乗客の取り扱いを行う、場合の規定を定めており、条約加盟国間を結ぶ。 国際線あるいはその国で国内線を運行することが可能になる。第3の自由から第5の自由は国家間で交渉されることが合意されたが、第1の自由から第5の自由までを交渉なしですべての航空会社に対し認めることができる国際航空運送協定あるいは5つの自由、協定と呼ばれる協定を結んでいる国もある。残りの 第6の自由から第9の自由までの4項目はいくつかの航空協定によって可能になるが、シカゴ条約によって言及されないので公式なものではない。第3の自由と第4の自由は2国間を結ぶ便を運航することが可能になる基本的な権利である。第3の自由は自国から他国へ旅客や貨物を輸送する権利。第4の自由は反対に他国から自国へ 旅客や貨物を輸送する権利である。ほとんどの場合、この二つの権利は二国間協定において同時に付与される。ただし、あくまでもこの権利は、他国との間で航空機を飛ばすことを許可しただけのものであり、その他の契約や協定により航空機の容量や運航費度飛行が許可された航空会社、就航の許可された空港などの項目が制限される場合もある。 異炎権は他国間を結ぶ国際線あるいは他国内で国内線を運行することが許可される権利であり国際航空運輸において自国から相手国を経由して相手国からさらに先にある別の国への区間についても営業運行を行う権利である今日これらの中で最も物議を醸しているのは第五の自由である その他の項目は物議を醸すほどではないが時にはまだ制限されている。比較的一般的なのは第六の自由である。これには自国と自国を結ぶ途中に外国の空港で旅客、貨物の取り扱いを行う場合や乗客が途中の空港で後期し接続する別の便に乗り継むストップオーバーも含まれている。いくつかの国際線は 他国の複数の空港に着陸することがあるが、輸送される旅客、貨物は自国から運ばれていないためこれはカボタージュではなく異援権の一種となる。第五の自由第五の自由は自国を発着する国際線において途中経由地の第三国で旅客、貨物の取り扱いを行うことができる権利である。この権利では旅客、貨物を 自国から他国へ向かいさらに別の国へ輸送することができる。例としては2004年にエミレーツ航空がドバイからオーストラリアのブリスベンを経由しニュージーランドのオークランドへ向かう便を設定したのが第5の自由となる。第5の自由は航空会社の長距離路線の経済的実行可能性を高めることを目的としているが地元の航空会社や政府によって 不当競争とみなされる傾向がある。実際には少なくとも3つの異なる国の承認が必要であるため、第五の自由の交通権の交渉は長くなる可能性がある。技術の進歩と旅客数の増加がより多くの直行便の運行を可能にした1980年代初頭まで、第五の自由は長距離飛行の経済的実行可能性に尽力した。 航空会社がフライトの最終目的地に向かう途中で、第三国の一つ以上の空港に着陸することは珍しくなく、ヨーロッパとアフリカ、南アメリカと極東の間を結ぶ多数の便では、第五の自由が適用されていた。1980年代半ばのマルチセクターフライトの例としては、ローマからアテネ、デリー、バンコク、香港を経由して、 東京へ向かうアリタリア航空の便が挙げられる。2000年代、東アジアでは、第5の自由が特に、東京、香港、バンコクへの便で一般的であった。特に校舎の2つの目的地の間では、2004年には本拠地が香港にもバンコクにもなかった、少なくとも4つの航空会社によって、サービスが提供されていた。シンガポール・バンコク線も重要な第5の自由。 適用路線となっている。1990年代後半、二つの都市の間で利用可能な座席の半分は第五の自由の権利を保有する航空会社によって提供されていた。ヨーロッパ、南アメリカ、カリブ海、タスマン海では第五の自由のその他の主要市場がある。第五の自由は非保護、または不十分なルートを利用しようとしている航空会社、または 第二の自由によって許可されている場所で、すでにフライトが技術的に停止している航空会社によって求められている。利用可能な座席数を増やすことで、政府は観光を促進する方法として、時々第5の自由を奨励することがある。しかし、自国のフラッグキャリアを保護するために過度に交通権を自由化することを避けようとする反動的な圧力がかけられることもある。 1990年代までに第五の自由はそれらをホストしている国の航空会社に損失をもたらすサービスであるとしてアジアで論争を引き起こした。特にアジアにおける米国の航空会社のサービスパターンへの抗議でアジアの航空会社にとって第六の自由度が重要性を増している一方で第五の自由を許可することに寛容になっている国もある。 1952年の日米二国間航空輸送協定は日本を経由し西アジア太平洋地域の目的地まで運航する指定されたアメリカの航空会社に無制限の第五の自由の権利が付与されているため特に論議を呼んでいるとみなされてきた例えば1990年代初頭日本政府がニューヨーク大阪シドニー便の運航を許可しなかった際には アメリカ政府と申請を行った航空会社が抗議活動を行った。日本政府は対日自由貿易の最大の正当化は無制限の第5の自由の適用を見直すことであることを明記し、日本をオーストラリア間の航空便の約10%がアメリカの航空会社によるアメリカを発着する第3の自由と第4の自由の航空路線であると反論した。日本は アメリカ以外にも多くの未使用の第五の自由の権利を保有していたが、これらは日本の航空会社の運用コストの高さと地理的状況のために日本を経由するアメリカの航空会社が享受する第五の自由よりも価値が低いとみなされていた。日本は北アメリカの旅行者にとってアジアへの有用な玄関口として機能している。1995年には、 アメリカの航空会社に対する選択的な制限を設けながら日本の航空会社の米国の目的地へのアクセスを自由化することによって航空運送契約が更新された。第6の自由第6の自由は第3の自由と第4の自由を組み合わせたもので自国を経由した国と第3国へ旅客、貨物の輸送を行うことができる権利である。また運航会社の国を 経由地とする第五の自由の形態とみなすこともできる。この見方はしばしば保護貿易政策として呼び出されることがある。従って国によっては第六の自由度を第五の自由であるかのように規制しようとしている。第六の自由は歴史的にアジアで広く行き渡っていた。タイ航空とシンガポール航空のような東南アジアの航空会社が ヨーロッパとオーストラリアの間のカンガルー航路を運航し、日本の航空会社が東南アジアとアメリカの間を結んだ。また、エアカナダはカナダのハブ空港を経由し、アメリカとヨーロッパアジアの間で乗客を輸送する戦略を追求した。第6の自由は法的に制限されていることは滅多にないが、第5の自由と同様に物議を醸すことがある。 例えばカンタス航空はエミレーツ航空、シンガポール航空、及びその他の第6の自由の権利を保有している航空会社がヨーロッパとオーストラリアの間の航空市場で不公平な優位性を持っていると訴えた。航空サービス協定の性質は本質的には交通権の公平な交換を目指す重商主義的交渉であるため二国間協定の結果は 完全に総合的ではなく、むしろ二つの市場の相対的な規模と地理的位置を反映していることが多い。また、より小さな国がより大きな国に、第五の自由の権利を与えることと引き換えに、小さな国は大きな国から、先の目的地への、第六の自由の権利を得ることができるかもしれない。第七の自由第七の自由は、第五の自由の派生型で、 自国には一切サービスを提供せず、他国と第三国の間で旅客、貨物の輸送が行える権利である。外洋国際線の運航が開始された当初の航空機は、航続距離が短く直行便の運航できる区間が限られていたため、直行できない路線では給油のために途中の空港に着陸する必要があった。しかし、途中経由地においても、 空港利用料が発生するなど、運行経費が増加してしまう。そこで、途中経由地から最終目的地までの営業が可能になれば、その区間のみの利用者からの運賃収入も得られ、収益に寄与することになる。そのような営業を行う権利のことを、遺援権という。1949年にフランスとアメリカの間で、締結された航空協定において、二国間の輸送量、 運航会社、路線、運賃などを定めた際に、異炎権についても認められることになったものが最初である。しかし、実際の航空交渉においては、自国の航空権益を守ったり、航空会社を育成する立場から政治的な駆け引きが行われる。この政治的な駆け引きには、二国間の力関係も大きく作用することから、本来は、 権益の平等な許容が原則であるにもかかわらず、不平等な内容になることもある。例えば、日本とアメリカの間で1952年に定められた協定においては、締結当初からアメリカ側に有利となる内容になっていた。この中で最も顕著な権益格差として指摘されていたのが遺炎権で、1977年の時点では、米国側2社が、 日本医園に対して無制限の医園権を有しているのに対して日本側はニューヨークを経由して欧州南米へ向かう権利しか認められていなかった。その後、1998年に日米航空協議において医園権についても日米三社ずつと平等化が図られている。医園権行使が認められない場合、途中経由地から最終目的地までの営業はできない。 例えば、現在は運行されていないものの、過去に、ベトナム航空には、ホーチミンナリタ・ダラスの経由便があったが、ナリタ・ダラス間のみを、ベトナム航空便として登場することはできなかった。しかし、このナリタ・ダラス区間は、アメリカン航空及び、日本航空とのコードシェア便であったため、これらの航空会社で、アメリカン航空便、または、日本航空便として購入すれば、 成田ダガラス管のみの登場も可能であった。異炎圏の講師霊園圏の行使方法は大きく二つに分けられる。航空機の航続距離に起因するもの2006年1月13日まで日本に乗り入れていたバリグブラジル航空では日本とブラジルを直行できる航続距離を持つ旅客機が存在しなかったためアメリカのローサンゼルス経由としていた。この時には 医疫権を行使し、日本とアメリカ相互間のみの利用も認められていた。本国以外のハブ空港として利用前日の通り、ノースウエスト航空が日本医疫のアジア路線に対して無制限の医疫権を有しており、デルタ航空もこれを継承している。これを利用して成田国際空港をハブ空港として運用し、アメリカ本土路線と接続するための日本から、 アジア各国への路線を運行している。デルタ航空では、このような路線の運行のために、ボーイング757を成田を事実上の所属校として運用させ、格納庫も整備している。ユナイテッド航空もパンアメリカン航空から太平洋船を買収した際に、同様の遺援権を継承している。近年のアジア方面路線では、遺援権を行使せず、 直行便主体となりつつあるが、コンチネンタル航空との合併を機に、アメリカ本土路線と日本からアジア各国への利便性を強化するため、再度成田国際空港を活用した路線の拡充を図っている。日本の航空会社による異援権区間一覧減損する路線現在、日本の航空会社による異援権路線は存在しない。 過去に存在した、路線日本航空バニラエア、日本発着の異変圏区間一覧現存する、路線キャセイパシフィック航空、デルタ航空エアアジア X、マリンドエアパキスタン国際航空エチオピア航空、エティハド航空大韓航空、アシアナ航空シンガポール航空スクート T ウェイ航空、ジェットスター、アジア航空過去に存在した路線エア、インディアチャイナエアラインキャセイパシフィック航空、 デルタ航空、エチオピア航空、イラン航空、大韓、航空、アシアナ航空、大国際航空、マレーシア航空、バーリング、ブラジル航空、シンガポール航空、スクートカキ路線は、タイガーエアとの統合により、2レターコードが、TZ より、TR に変更された。また、それに伴い便名の数字も変更されている。ユナイテッド航空ジェットスター。 アジア航空フィリピン航空ジェットスター航空ニューギニア航空日本の航空会社日本発着以外のイエンケン区間一覧減損する路線ブリティッシュエアウェイズエールフランス航空ウェアタヒチヌイエバー航空中国国際航空キャセイパシフィック航空エミレーツ航空ケールエムオランダ航空ケニア航空ラタムチリスイスインターナショナルエアラインズモーリタニア航空マダガスカル航空ニュージーランド航空ミッド、 モンゴル航空ブリュッセル航空シンガポール航空隊国際航空過去に存在した路線大韓航空中国国際航空チャイナエアラインニュージーランド航空シンガポール航空隊国際航空キャセイパシフィック航空フィリピン航空カンタス航空エミレーツ航空カボタージュとは同じ国の2つの地点間で多国籍の船舶や航空機を運航することを規制する規則である 端的に言えば、沿岸水域での貿易、または航海、あるいはその領空内で航空機を運航する国の独占的権利である。海底第6の自由改定第6の自由は、第6の自由では、他国と第三国の間を自国経由で結ぶ権利であったものを、他国の二転換を自国経由で結ぶことができるように修正された権利である。例えばカナダの航空会社の航空機が、 アメリカのニューヨークからロサンゼルスへ向かう途中に、トロントに着陸した場合は、第6の自由ではなく、改定第6の自由が適用される。第8の自由第8の自由は、他国の二転換を直接結びつつ、自国を発着する権利のことで、タグエンドカボタージュやコンセスティブカボタージュとも呼ばれる。これは、すべての欧州連合加盟国に与えられる権利であるため。ヨーロッパでは、 一般的であるが、その他の地域では非常に稀である。他の例としては、1996年にオーストラリアとニュージーランドの間に設立された単一航空市場や、ブルネー、チリ、ニュージーランド、シンガポール間の国際航空輸送自由化に関する多国間協定の2001年議定書が挙げられる。また、1950年代から1980年代に、 かけて、フランクフルトと西ベルリンの間を飛行するのは、パンアメリカン航空の権限であったが、国内の航空ネットワークの状態ではなく、政治情勢がこれを決定づけた。1990年までは、西ドイツと西ベルリンの占領地との間で、航空輸送を行う権利を有していたのは、フランス、イギリス及びアメリカのみであった。2005年に、イギリスとニュージーランドは、 無制限のカボタージュ権利を与える協定を締結した。両国間の距離を考えると合意は近い将来これらの権利が取り上げられるであろうという期待よりもむしろ政治的原則を反映していると見ることができる。同様にニュージーランドは1999年にアイルランドと第8の自由の権利を交換している。第9の自由第9の自由は 他国の二転換を自国を経由せずに結ぶことができる権利である。わかりやすくすると他国で国内線を運行することができる権利とも言える。これは独立型カボタージュとも呼ばれ、自国が関係しないことから真のカボタージュの定義からは外れている。この自由は欧州経済領域を含む欧州連合において有効である。例えばノルウェーのノルウェーエアシャトルは、 スウェーデン、デンマーク、フィンランド、イギリスで国内線を運行しており、アイルランドのライアンエアーはイギリス、ドイツ、イタリアで国内線を運行している。また、イギリスの e ジージェットはドイツとフランスで国内線を運行している。ありがとうございます。